丸い、赤くっていうのはトマト。あ、なるほど、トマトをどうキャッチしましょう。あ、カゴを使って、トマトが落ちてきたらカゴを使ってキャッチしてください。はい、そして次も、あ、また赤い丸い、今度大きくなりますね、赤くて丸い、あ、ギザギザした、スイカですね。あ、なるほど、スイカをどうやってキャッチしましょう。あ、スイカ重みがあるので皆さん手を使ってキャッチするようにしてください。これは赤いシリーズですね。最後は赤い、何でしょうかね。あ、何ですか、何ですか、ピチピチ、あ、魚ですか。あ、はい、わかりました。マダイ、マダイですね、春がね、旬の。あ、マダイ降ってきます、マダイ降ってきますか。はい、マダイが降ってきたら、あ、ピチピチして、ピチピチしてる、それを、あ、水槽に入れる。あ、びちゃびちゃなってますけど、あ、鱗がついてますね、ちょっと鱗を払っておきます。水槽に入れるところまでがセットですか。あ、わかりました、皆さんわかりましたか。ピチピチした後にちゃんと水槽に入れてくださいね。ちょっと長いですけど頑張ってもらいましょうか。じゃあ復習も兼ねて練習していきましょう。はい、で皆さん手を出してください。片手の方はね、こうやってリズムに乗ってもらっても大丈夫ですよ。それではいきます、落ちた落ちたゲームスタート。落ちた落ちた、何が落ちた、トマト。はい、カゴでキャッチしてください。皆さんバッチリですね。じゃあ次、落ちた落ちた、何が落ちた、スイカ。はい、スイカを手でキャッチしてください。これね、重量感を出すのがポイントですね。はい、ありがとうございます。最後、落ちた落ちた、何が落ちた、マダイ。